プルゼニフルトイムバルト線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。路線番号は180。この路線は、バイエルン州とチェコを結ぶ役割を担っている。ボヘミア西部鉄道の路線もオーストリア帝国と、バイエルン王国は1851年6月に、鉄道連結に関する条約を結び、その内容は、両国の鉄道結合の目的で事前に、 鉄道システムを綿密に調査することであった。1856年5月26日の条約ではその義務条項が決定された。同年に、レオポルト・レーメルは有力な貴族と共にこの路線の経路を含めて、ピルゼンブドバイス区間などの鉄道建設許可を申し込んだ。1858年9月20日に、バイエルン政府はフルト・イムバルトを接続地点として指定した。 レーメルの資金事情の原因で建設許可は撤回されて、プラハ鉄鋼産業会社は、ピルゼンバイエルン国境区間の鉄道建設に関する要請書を提出した。1860年12月13日に、帝国特任ボヘミア西部鉄道の理事会が結成された。1860年5月7日に建設工事が開始されて、 この路線及びフラースト・ピルゼン区間は1861年10月15日に開業された。国境とフルトの区間はバイエルン東部鉄道に属したが BWB が賃貸契約によりその区間を運営した。1894年にこの路線は国有化されてオーストリア帝国鉄道に属することとなった。プラハ・プルゼニフルト・ミュンヘン間に2時間に1本。 運行されている。プルゼニー島は170号線、フルトイナンはドイツ国鉄875号線に直通する。ドイツ国内ではアリバレンダーバーにエクスプレスとして運行される。2017年以前は4時間に1本、1日4往復しか運行していなかったほか、ホリーショフを通過していた。また2014年末から2017年は列車により車内サービスに 違いがあり、同じ停車駅ながら、ユーロシティ、エクスプレスの2種別が2往復ずつ運行していた。ユーロシティは、ビストロ車用、子供用スペース、女性用スペースが用意されていた。エクスプレスは、当時車内 Wi-Fi が利用不可であったほか、手回り品持ち込み目的での自転車用スペース利用ができなかった。平日の片道1本のみ、ドマジリツェプルゼニカンに運行する。 2017年末に運行を開始した。ドマジリつえを境に系統が分かれる。以下では、チェコ国鉄180号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。